日本なんだ。ゴールデンベッドタイムを除いた、時間にちょっと配信ショールームを配信していこうかなと。もちろんドボン自体はもうずっと真面目にやってるんですけど、でもやっぱりちょっとそのね、あのポイントのことがちょっとあったりするから、ちょっとそれはね怖いので、ちょっといろいろあると怖いので、その時間はちょっと除いて配信、ちょっともうそっちはもう喋る暇もなく永遠にやっていこうかなというか、まあとりあえずまあ私がやってる時には見てくださいって感じはい、こんばんは。今はずっとMac で YouTube を見てたんですけど、このままずっと Mac で YouTube 見続けてると、まずなんだっけ、このあと見るものがなくなるうん、このあとまだまだ全然起きてる予定なんですけど、テレビ、今まではっていうか、いつもお家にいる時はテレビの録画機器のものをとかを結構見たりしてたんですけど、録画のねあれがないからそうお家じゃないので、そう録画のあれがないので、ちょっとって見るものがなくなるから、ちょっと YouTube YouTube、Hulu などなどを見ようと思って、この後でも今見ちゃうとこの後見るものがなくなるから、今は一旦なんだっけ、あドボーン、今は一旦ショールームをしましょうっていう結論に至りました。お、すごい上向いちゃった。橋本です。で、お家、ママが見てるかわかんないんだけど、お家にさスマホスタンド忘れてってないすごいどうでもいい話ごめん。レシート、これは携帯どこ、携帯この裏、携帯なくし、あ、目の前にあった、やばい。マックス鹿児島さん、ホイミーありがとうございます。いいよ、ちょっと IC カード、タンベーマーボーさん、待って、持ってきたんだよみんなのために、ハートありがとうございます、キュンです、大好きです、ありがとうございます。竹蔵さん、ハートありがとうございます、キュンです、大好きです、ありがとうございます。なんか今日顔違くない、いつもと、やだいつもと顔、あ、電気が違うからかな、顔が違って見える。富山屋出版、ハートカブサハマニだ、なんだっけ、愛してるってなんだっけ、サラーヘヨー、ありがとうございます。鍋さん、ハートありがとうございます、キュンです、大好きです、ありがとうございます。橋本小麦くん、ハートありがとう、キュンです、ありがとうございます。あ、牧草入れてから出かけるの忘れた、あー、もうしばらく豆と小麦とイチャイチャできないんです、私は。あー、イチャイチャしてから来ようと思ってたのに、ふーん、ごめんね、ごめんね、豆ちゃん、小麦ちゃん、あ、くんだった、悲しい、うちの子、うちの子たち、
分かった。暖房めっちゃ強くしたから目かゆいんかな。かゆいってか目がめっちゃなんかもう乾燥してる。絶対そうだ、暖房めちゃめちゃ強くしたんですよね来た時めっちゃ寒くて、そうお部屋がだからだ。リーナギさんハートありがとうございます。キュンです、大好きです、ありがとうございます。待って、めちゃめちゃ足がむくんでるんだけど、どうしたらいいの。メディキュットちゃん履こうかな。そのなんていうの、椅子、普通の椅子に座ってるからもう足がこうなってるじゃん。だからもう全部血流がすごい、血の流れが悪いんですよね。もうずっと下に行ってるから、そうだから足がむくんでます今。でもあ、わかった、このあ、こっち、これあ、やばい、ドボン、私の番忘れてた、ドボンやってること忘れてたあ、いて、うわ、ドロースリーいらないよ、そんなに。これでいいや。すごい遠いけどね、配信端末と。ちょっとスマホスタンド忘れてきちゃったからあれなんですよ。ここら辺で配信、壁に立てかけて配信してるんですけど、そう、悲しい。テレ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 、こんにちは、こんばんは、はるぴょんと申します。あ、昨日言ってためっちゃ好きな人とご飯行くのめちゃめちゃ大丈夫、いやーキュンじゃん、やば、何その幸せな報告。また今度一緒に行く予定を、何ちょっとピョンルームでそんなキュンキュンする話するなんて思ってなかったよ私は、うん、そんな話一切出てこないのがこのルームですから、うん、びっくりよ。ちょっとリップ塗ろう、塗ってるんだけど、マイジャパンさんハートありがとうございます。キュンです、大好きです、ありがとうございます。うーん、面白い、見てあれ肘が鳴ってますごめんなさい、アホみたいなことしてます、すいませんあ、飲み物、そうですね、ね、聞いてください、今日の私の一番の失敗を皆さんに教えますね。今日の私の一番の、今日のっていうかもうこの3日間の一番の失敗は、オロナミン C を忘れてきました、お家にもう生きていけない、無理もう頑張る、だってさ、もう一番大事じゃない、この土日頑張るぞっていう気持ちを込めて飲まなきゃいけないのに置いてきちゃった。どこに売ってますか、コンビニへ GO、 コンビニへ GO、 寒いから嫌だ、だからほうじ茶で頑張ります、うんほうじ茶で頑張ります。はい、
あ、ひななさん、あ、すごいなる。見て、あれもうならない。ね、今日絶対8マジ出てないんだよね。もうどうしよう。マジ言い訳させて。全然 Wi-Fi がなんかちゃんと繋がんなくて、そう、この間はちゃんと繋がってたのに、なんかちゃんと繋がってくれなくて、今回何が原因なのかわかんないんだけど、そう、それでそれが原因ですなので全然新幹線の中で、だったら新幹線の中で寝ればよかったと思って、新幹線の中で寝て夜頑張ればよかったってすごい後悔。もうこれからはそうします。本当に。でも 何回かっていうか、まあ、あの何度かはできたんですよでも本当に無駄っていうか、マジあの2時間寝れば今日の夜頑張れたのに、ああっていう気持ちです今。8何回出たか数えてないし、もうやだもうやだ、やだこの音、うるさい、肘が鳴る音。マックス鹿児島さん、ほいみありがとうございます。かといってね、この椅子じゃないところに座るってなったらもうお布団なんです。お布団の上しか座るところがなくて、お布団の上に座っちゃったらもう睡眠ですからね、私の場合だからちょっとお布団の上には座らないでおこうと思って、絶対寝るとき以外。そう、見て、めちゃめちゃショートみたい。髪切りました。橋本春奈、髪切りました。丸顔だからね、でもあんまり、そう、ボブよりももうちょっと長いぐらいがいい。これぐらいがちょうどいい。1、これで隠せばいいな。2、8の数です。あ、そうだ、今日分かった。そう、今日さ忘れてたよ、インスタのコメントみんなに返そうと思ってたのにうん、そう、もう24時間経ってるから、みんなはねコメント書けないんですよ、もうすでにでも確か48時間見れるんですよね、あれって。私のコメント、私自身は、本人は、そう、そのはず。1、だから下で返しながら喋りながら、すげえ器用だな
返しながら喋りながらドボンすんのか、え、できんのかなできんのかな、うわドボンされちゃう、あドボンされた、ヒカルン推しさんドボンしないでください、仲良くしようよヒカルン推しさん、推しが誕生日だからって許さないよ、ヒカルンにはやあの甘え、なんていうの、いいよって言うけど、ヒカルンがドボンしてきてもいいよって言うけど、ヒカルン推しさんは許さないよ、うん、イッサさんハートありがとうございます、キュンです、大好きです、ありがとうございます、イエイエイイエイエイエイ、あ、うわ、嘘、ダメだよ、うん、ヒカルンと当たった、だっていいな、私もヒカルンと対戦したい、ずるくない、私もヒカルンのハピネスみたいなの欲しいんだけどパラダイス欲しいんだけど、ずる、配信なお、ほにょーんって顔、ここの電気消してみようかな、あ、なるちゃん、なんかでも暗いよね、なるちゃんめっちゃ当たるな、今日、今日昼も当たったよね、お願いします、やった、8があるよ、こんにちは、あ、パンチされた、なるちゃんに、うそー本人ですよ、なるちゃん本人と戦ってますね、え何でもいいからお願い、8出させて、負けてもいいから8出させて、8だけは絶対出させて、ドロー3、うわいらんて、8、2枚目、8、3枚目、ごめんなるちゃん、ごめんね、ドロー2するね、おお、あなたも何持ってたのね、すごいごめん、でも私もう1枚2持ってるんだ、ごめん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 、すごい、私なるちゃんに意地悪してる人なんだけど、完全にごめんって本当に持ってる札が悪いんだよ、すごいスタンプ合戦になってる、オッケー、さっつんさんハートありがとうございます、キュンです、大好きです、ありがとうございます、わっ、でも私もなんかリバースとかスキップめっちゃされてるんで、うわ上がっていかれちゃった、20日星さんが上がりました、ともゆきさんハートありがとうございます、キュンです、大好きです、ありがとうございます、充電、ああ、あ、ちょっと事故る事故る、ヤッホーこんにちは、誰かスタンプ反応してよ、すごいエイターの戦いだ、あ、8出した、ピョンズが8を出しました、エアコンが頑張り始めてるんだけど、ピョンズが8出してもさ、
え、どうしよう。でもこのメンバーだったらいいか。ね、なんであなた83枚目なの？ナイトコート、私のところには1枚も8が来ないのに、ピョンズ8を3枚出してます。泣いちゃえ泣いちゃえ。りょうさんハートありがとうございます。キュンです、大好きです。ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、大好きです。ありがとうございます。確かに残しといたら怒るけど、そうだわ、事実だ。ごめん服部推しさん、めちゃめちゃバーストギリギリの枚数だわ。あー、リラ推しさんが上がっていきました。あと1枚は山札の中にあったんですね。終わり。すごい今日なんか幼くない顔、なんでなんで。マー君さんハートありがとうございます。キュンです、大好きです。ありがとうございます。タンベイマーボーさんハートありがとうございます。キュンです、大好きです。ありがとうございます。イエイ。もともと、はあ、誰がもともとだ。もともとはもう、もうスンって感じだろう。そうだ、誰がもともと幼いだ。あきふみさんかわいい、ありがとうございます。ごめんなさい、ゆきりんさん、おしさん、ドロースリーします。ちゃんと謝っとるから。あ、8やった。8。ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、大好きです。ありがとうございます。8。あれ、メガネ持ってきたっけ。あ、持ってきたよ、大丈夫。やばいやばい、一日中コンタクトしてなきゃいけないことになるところでした。ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、大好きです。おのぴーさんハートありがとうございます。キュンです、大好きです。ありがとうございます。ありがたい。おー、眠たい。トゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥルルルルルルルー。うわ、やばい、下尾が迫ってきてるぞ。今日できなかったからな、お昼全然。マジで北陸新幹線の Wi-Fi だけちゃんとしてほしい。でもこの Wi-Fi がなんで全然繋がんなかったんだろう、それも分かんないよく。そうですね。マー君さんハートありがとうございます。キュンです、大好きです。ありがとうございます。1。昨日ママの横でこうやってドボンしてたんですけど、したらママに、あの、私のカード全部マックスじゃないですか。ママに、え、気持ち悪っ、って言われました。2。あ、ドボンされちゃう、ひどくない。頑張って全部マックスにしたのに気持ち悪っ、って言われました。本当にもうどういうことよ。娘頑張ってんだぞ。使用料と相談した上でギガを使うのもあり。あ、でも確かにもう月末だからギガ使ってもいいかな。いや、いいんだよ、もう。だって帰りの新幹線の中ではもうドボン終わってるんだよ。だからもう寝る、寝るから、もう決定、もうスイッチ持ってこなかった。
うん、寝ようと思って、もう金沢まで行ったら行っただと思って、うん、別に帰ってこればいいようん、金沢でなんかお土産でも買って帰ってこればいいんだようん、剣に乗って、うわ、ピョンズドボンされてんの、かわいそう。え、本当に持ってきてないだからスイッチ、マジで。ねえ、私じゃないよ、ドボンしたの。なんでそうやってひどって言うの、私じゃないんだからね。金沢のお土産は何がおすすめですか、なんで富山の人に聞くの私わかんないよ、何がおすすめなんだろう。青にした人が私が悪いのビエーン金沢から 富山から金沢ってだいぶ先じゃないですか。え、隣です。あ、隣っていうか、まあ、輝きで帰ったらすぐですね。うん、金沢のお土産何が有名なんだろう。逆になんか福井の方、なんか金沢に行ったとしてお土産買わない、なんか福井まで行くとやっぱお土産買うけど、羽二重餅とか、まあ羽二重餅が好きだからっていうのもあるんだけど、1、うん、羽二重餅買ったり、あとは、まあ、ソースカツ丼、ヨーロッパ県産のソースカツ丼お土産お持ち帰りしたりとかはあるけど、なんか別に金沢行ったとして、なんか金沢行くことは普通だから、普通だから、あの普通ではないけど、金沢土産別にいらないから AK ビンゴの出演権ゲットして帰ってきてねってママから来ましたえのり過ごしたから、頑張るから、そうだよ、頑張るから、もしも寝過ごしちゃっても許してねって話。あ、こうしたら今日ちょっとなんか大人っぽく見えるんだ。あ、あんころ餅とか石川、ヒカルンに起こしてもらえ、ヒカルンっていますか今日、今回グランクラスだと起こしに来てくれるよすごすごてれれれれ、え、またいち時間割、交番表、何見たらいいの、交番表、時間割の方がいいのか、時間割。今回ヒカルンは、あ、今日、明日はいなくて、2、明後日はいないじゃん起こしてもらえないじゃん。金沢駅にある富山で有名なお寿司屋さん教えようか、だって富山県民に富山で言う、3、富山で有名なお寿司屋さん教えられてもねヒカルン自宅で配信中、今日誕生日だから、お家にいるの、待って、今日誕生日、ハッピーバースデーの LINE 送ろう、今スタンプ送っとこう。平野ヒカル、今から寿司玉ですか、だって何、みんな知ってんのみんな知ってんの、寿司玉聞いたことある、
パス。1。まだ1しか出せません。まだ1枚しか出せてない。8。うん、4人で。誰か隠し持ってる？多分この人持ってるな。今すごい悩んでた。あ、持ってなかった。あれ？何だったんだ。ハッピーバースデー。やばい。また鳴らしちゃった。ってさ、立線押しじゃないの？ズッキーになってるカード。え？あ、アンヤと送っちゃった。私がアンヤとって送っちゃった。ダメ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 。私がおめでとうって言ってるのに、私がなんでアンヤとって送るんよ。ミスった。1。押し返したのかな。え、この人だってリッセンのところで1番だった人だよ。2。うん、あのポイントを抜きたくて1番になりたかったんだけど、ゆかるんさん推しの8億突破してる人がいたから無理だった。うん。諦めた。さすがに。りょうさん、ハートありがとうございます。キュンです。大好きです。ありがとうございます。さすがに諦めたよね。8億は無理っす。あと1億。1億ってどれぐらいの時間で稼げるんだろう。わかんないな。うわ、あと30分ぐらいしかできない。あと20分か、30分。でもこのあと10時頃からまたするので、あの見てね。ちょっと9時からは、9時から今日なんかドラマ入る？ドラマ入んないと寝ちゃうよ。エヴァンゲリオン、あー見ないや。なんか難しそう。1。ドラマ2022。1、2022じゃないや。 TBS 系のドラマは9時から。あ、今日24入るじゃん。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです。大好きです。ありがとうございます。サクさん、ハートありがとうございます。キュンです。大好きです。ありがとうございます。今日はなんかさ、月曜日から金曜日でまとまってるやつないの？なんかわかんないよ、そんな、こんなさ、なんか適当にまとめられて。まあ、ほん、自分でまとめろって話ですよね。すいませんね。はい、何度まとめようと思ったか。あ、大好き、この人、このページまとめてくれてる。あ、見てないや、俺の家の話。なんかプロレスみたいなやつだよね。見てないや。 YouTube 見ながらしよう。あれ？いや、ガチになろう。1時間ちょっとガチでやろう。
1。ヒカルン次は29分にドボンするって合わせで言ったらね、ファンの人かわいそうだから。私はだってさ、どうせさ、どうせとか言ったらあれだけどさ、まあ、お互いが卒業しない限りはさ、まあ、このゲームが終わらない限りは、楽屋とかでさできるでしょ。うん、一斉の腕で合わせようと思えばさ、私は合わせれるじゃないですか。でもファンの皆さんは合わせれないでしょ、その一斉の時間合わせがないと。私は楽屋でできるけど、だからハルピョン優しい。あ、自分で言っちゃった自分で言っちゃったよ。これはコメントを待ってから言うやつなんだけど、本当は時差の影響で誰も言ってくれないから自分で言っちゃったよ。1。確かに LINE じゃなくて楽屋で、あ、楽屋じゃなくて LINE でも合わせれる、それなそれな。2。私が8出した回数じゃないですよ、4人で8を出した回数なので。そう、私が今言ってるだけ出してたらもうすげえよわ、ミーヨンさん推しさんとナルちゃん推しさんだ、今見たら。やば、ドボンされる、やめてください。にゃこさんハートありがとうございます、キュンです、大好きです、ありがとうございます。りょうさんハートありがとうございます、キュンです、大好きです、ありがとうございます。もうやだ。ヒカルンピョンちゃん LINE 確認しました、後で返信する。いいよそれは、ウケるそんな業務連絡が回ってくるんですねウケるね、かわいいねうわ、いっぱい来たよ。いや、みんな手持ち多いからこの中に8残ってそう。ということで、もう8の目的は置いといてどんどん出します。わっと思ったら前田彩香ちゃん推しさんに上がられました。ほら8持ってた、ユッキーの推しさんがめっちゃ持ってた。なってきましたねダメですね。散歩とかしないの？だって今
それ2月になってから言って。うん、歩きスマホになっちゃうよ私。1、待って、目痛い目痛い、ほんと乾燥すごい、目薬。2、3、やばい、私2色しか持ってないんだけど、ウケる。ウケるね、2色しか持ってない。いや、もうちょっと前髪巻こうかな。多分前髪が目に入ってんだよな。明日はランちゃんに会いますか。ランちゃん会うかな。ランちゃん時間割り、明日チーム K、 ランちゃん、ランちゃんいるけど何時だ。小林、ああいないですね。私は多分もうこの時間はホテルで、まあ配信できるかな、まったりしてます。あさってとか会えるのかな。あさってなら会えるかも。あ、会える会える、多分同じ時間、終わる時間が一緒なので、うん、終わる時間が一緒だから帰り一緒な気がする。だからランちゃん会えますよ。どうして好きなの。あ、すごい巻いちゃった。待って、すごい巻いちゃった、やばいやばい。明日がチャイナ服らしい。嘘、明日会わないとダメじゃんそれ。見てこれ、あ、な、8位、何枚出たる今教えて。1枚目かな。あ、ピカルン、ピカルンから LINE が返ってきました。もう配信終わったの。あ、ピカルン、アンヤトーのスタンプくれればよかったのに。あ、待って、ピョンズにドボンはしないです。大丈夫、この人が大丈夫。うわ、出さなきゃよかった。ほら、私がこの後上がります今から。うん、これで OK。 あれ、どっちの方がいいんだ。待って、2000で上がるのと2000と、待って、私ドボンした方が良かったのかな、トータルポイント的に。2100と2200ぐらいだったと999だから、まあ1000でしょ。3200、うわ、ドボンした方が良かったんだ、やらかしたわ。学んだ、ドボンするねこれから。いや、学ぶの遅っ、ごめん、こんだけドボンやってるのに学ぶの遅すぎた。うわ、やらかピ待ってた。1、まあでも学ばないよりかは学んだ方がねいいから、うん、ヒカルンの推しの方に意地悪はしない。うん、2、だってヒカルン推しさんに意地悪しても何にも。もういいことがないです、かわいそうなだけ。あ、ヒカルン推しさんドボンして上がっていった、やったぜ、おめでとう、誕生日おめでとう。
意地悪すること、そうですね、わざとドローとか出すこと、ドローってかスキップとかちょっとしちゃうことはあります。あの団子さん、団子さん推しさんだとうん、ごめん、さすがにごめん、今回のイベントは許して、頭使っていかなきゃ頭使っていかなきゃ。あ、リスおじさん大好き、1、2、待って、今何分？37分だ。3。いや、今立戦推しさんが私に8を出させてくれるチャンスをくれたから好きです。 4！ もうこれで終わり、全部8が出た。もうあとはドローを受け付けませんと思ったら、あ、ドボンされてる、かわいそうに。8と勝ちどちらが優先ですか？だって、出会ってる人によります。今みたいに今このメンバーはもう上位に入ってるメンバーなので、こういうメンバーが現れたりした時はもう勝ちを優先してますね、私は。はい、なのでなるべくドローはもらわない、相手に渡す、意地悪するはい、それが結構なんか8、そんなにあれの時、なんて言うんですか、あの今回団子さんになってないメンバーの時は、あのまあとにかく8をもう8が来るぐらいまで頑張って、あの皆さんからドローの、皆さんからのドローはちょっといただいてそうっていうのを私はやってます。はい、まあ自分があの点数取るのはもちろんだけど、相手に点数を与えないっていうのももうその一つの戦略だと思うんですねそう、相手に点数を与えないっていうのも一つの戦略だと思うので、あのなるべくドローを上げてなるべくドローをみんなに上げて、あの800点ぐらいになってもらって自分は華麗に2000点とかで上がっていくみたいなのはあの考えてますね。はい、すいませんごめんなさい。おのっちさんかっこいい、ありがとうございます、イエイ。トゥトゥルトゥルトゥルトゥ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 、あ、やばい、ゆかるんさん推しさんが上がっていく、上がらないなぜ、あ、上がらなくてよかったじゃん、さっきドボンできてるよ。ゆかるんさんはあの一緒にラジオに出た、まあ、仲ではないけどなんていうんですか、一緒にラジオに出た、あのちょっとなんかキュルルンって感じなので、一緒にリンゴネオ出たいですねそう、タケ兄さんミラーボールありがとうございます。熟練に出せばパンが買えるワインだって手に入る
ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。滝兄さん、うわ、1、2、すごい、みんな8持ってんだ。はーん、3出しました。そうですね、共に出た仲、そうです、仲間意識、そんな感じ。頑張れ、このピョンズ上がってくれ、頑張れ頑張れ。いる、ここに何が欲しいかな、何が欲しいんだろう。でもこれしか出せない、ごめん、出せるものこれしかなかった。あ、上がるの、いいね、ナイス仕事。たかちゃんさん、ハートありがとうございます。好きです、大好きです、ありがとうございます。おのっちさん、ミラーボールありがとうございます。手に入る、それより僕は夢が欲しい、ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。この人めっちゃ合う、服部推しさんのこの人めっちゃ合います、このイベント中てか後半になってめっちゃ合うようになった。あとおだえりの神推し店さんはマジでもうなんかありえんほど合ってる。ピンポン、わあ、いいよ、8くれたから許そう。1ドロー2、2枚来て4枚来たんですけど8をくれたので許します。あ、おだえり推しの神推し店さんがドボンされま、おだえり推しの神推し店ってやばくない？よくわからんくなってる。おだえり推しさんの中の神推しさんもよくわからんくなってる。うん、ウケるね。おだえりの神推し店さんじゃない、おだえり推しの神推し店さん。だからピョンズのピョンズみたいな感じ。そう、ハルピョンで言うと、あー、足痛い、ちょっと1時間足上げて壁に足立てかけてドボンするわ。寝ないようにしないと。でも誰誰、ゆいさん推しさん、あ、ゆいさん推しさんがいるのか。団子さんです、わ、ゆいさん推しさんにいじめられました。ドロー3いただかれました、いただきました、ドロスリーされました。なのでこちらも容赦なく行かせていただきますって言ってもやることないんだけどね。うわ、嘘でしょ、そんなこと言ってたらコミさん推しさんにドボンされました。うん、泣いちゃう、泣いちゃう。キャップだから許します。どういうこと。キャップだから許す、ね、めちゃめちゃ涙袋すごくない？ほら見て、私の涙袋、これすっぴんでこんなに影あるの、怖っ怖っ、急に近づく女。3個もう蜂が出てる、やばやば、涙袋かつ涙袋もあってまつげも長くて、私はね本当にねすげえすげえよ。ただ
こっちの二重が安定しないのが一番泣きそう。くしゃみがでしょう。お、うん、うん。今日はどうですか。まあいいな、それなり。奥二重って何？あんま分かんないんだけど。こっちの二重の方、こっちの目がね、すごい綺麗なんです。自分で言う。こっちの目がすごい整ってるんです。そう。今日ね、パック、いやでもみんなに聞いても分かんないか。パックっていつするのがいいのってみんなに聞こうとした、ごめん。ネットで調べるわ。ごめんネットで調べるわ。うん、絶対違ったわ。聞くとこ間違えた。でも4枚あるから別に4回すればいいんだ。お風呂上がりとメイク前とお風呂上がりとメイク前、ほら4回できる。パックしてショールームだって怖っ。やば。やばいですよ、パックしてショールーム。ママに怖がられました、この間。誰やって言われた。でもね、東京はマジで乾燥するから、もう本当に嫌だ。もう東京すごい乾燥しちゃう。お肌とか喉も乾燥するし、うん、だからすっぴん隠したい時に配信してみるのもいいかも。だってないな。別にないな、すっぴん隠したい時なんて。別に全然普段からこんな感じでやってますし、普段からすっぴんですし、私は。うん、でも最近うちの家のリビングも改装だって、乾燥してるんですよね。そう、助けてほしい。2、すっぴんでその可愛さだって。違う、照明とかいろいろ助けられてる。うん、いろいろ助けられてる。ありがとう、照明。さあ、なに、橋本旅館改装中？どういうこと？いつから？何があった？なんか言ったっけ？さあ、ということで、それではそろそろ。名前を呼びます。ゴールデンベッドタイム。今言ったじゃん、だって。え、あ、乾燥中が改装中。あ、なるほどね。いやマジで昨日の風やばすぎて改装しなきゃいけないかと思いました。それぐらいすごい風でしたね。それではそろそろ、あれを、ランキングを。うわ、ドボンされちゃったよ。私ドボンされる率高くない？なんで？私の出る、え、待って、画面見えてる？オープンレックかなんかしてる私。わかんないな。
なんでそんなバレてんだろう、うちの出す札。あ、明日の朝早いかな。明日の朝はデレレレレレレレデン。あんま分かんない。え、なんで急にタイムエラー、タイムアウトエラー、なんで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 、困るんだけど。ゴールデンベッドタイム前にそんな、やめてよ、焦るじゃん。あ、分かった、こっちの携帯を急に繋げたからかな。ちょっとショールーム一回あれしなきゃいけないからね。それでは一旦ランキングを読みます。マイジャパンさん、ハートありがとうございます。キュンです、大好きです、ありがとうございます。ピョンズにドボン差し上げたいさん、ありがとう、拍手ありがとうございます。本当になんかこうやってね、なんかいろんな端末をつなげて思うことは、家の Wi-Fi って最強なんだなって思いますそれではランキング読んでいきます。1位オノチアとハルピョンズ、対戦ありがとうさん、こちらこそありがとうございます。2位ともゆきさん、ありがとうございます。3位スノーさん、ありがとうございます。4位オノピーさん、ありがとうございます。5位スミちゃん、あと午後は重要なリモート会議のせいで回せなかった。まあでもこの後よろしくお願いします6位山口さん、ありがとうございます。7位マークあとピョンズちゃんさん、ありがとうございます。8位イッサあとナナレンジャーさん、ありがとうございます。8位サクあとタイさん、ありがとうございます。9位赤花のソルティさん、ありがとうございます。10位カーあとまだ1月なのに夕飯にもやしがいっぱい出てきた、やばい1年間大丈夫かな12位コニタンイミズさん、ありがとうございます。13位レクサートピョンズさん、ありがとうございます。そして本日のラッキー888位はドゥルルルルルルルドゥン、あかつき B さんです、ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとう、間違えた、本日じゃない、この時間はありがとうございました。また何時間、1時間後にお会いしましょう。それではバイバイ、もやしを食べよう、みんなで、みんなでもやしを食べようじゃあまた後でね、バイバイ、ありがとうございました。そうです、ラスト2日間本気のゴールデンベッドタイム頑張りましょう。バイバイ。待って。